皆さんこんにちは、毎日折り紙です。本日はちょっと動画上げた動画の中で、分かりにくかったという、コメントを、ちょこちょこといただいてた動画の、再アップ動画になります。で、今回はちょっとこれ青の折り紙を置いて分かりにくいんですけども、アネモネの折り紙ですね。これの、再アップの方をもっとわかりやすくちょっと、紹介できればなというふうに思っております。で、わかりやすく折るために大きめの折り紙ですね。これが、まあ、15センチがこれですね。実際はこれぐらいで折っていただいた方が、いいと思います。ただ、コースター系で使うんだったら、この、これぐらいの大きさですね。で、折ると、コースターとして使える大きさになります。で、実際にこのサイズで折ると、こんな感じの手のひら大のアネモネが出来上がります。はい。コースターにはちょうどいいですね。厚さも厚いので、コースターとしてちょうどいいと思います。はい。で、今回分かりやすくというのことをテーマにやってるので、重要なところに定規で線を引いていただくので、定規とボールペンを用意してください。で、結構ゆっくりめに折っていきます。はい。では、進めていきたいと思います。はい。まず、裏面ですね。裏面に、してください。そしたら、縦と斜めに、折り目をつけていきます。縦斜めですね。では十字に折り目をつけていきます。はい、でこの折り目をちゃんと綺麗に折るとかなり折りやすくなると思うので、この折り目ですね、しっかりと折ってください。ね、折り紙がちょっとこれ微妙なんで、そこまでもしかしたら綺麗に折れないかもしれないです。いけたかな？はい。はい。これ立って。ここまでですね。分かりにくいよっていう折り紙あったら、随時、コメントください。できるときに、再アップします。はい。で、今年からね、花の折り紙、無理くり1時間の動画とかにしてたんですけども、分けて公開しようかなと思ってます。もっと、分かりやすくしてね。はい。まず、こんな縦ですね。次、斜めに折ります。はい、斜めに折ります。はい、もう一回この斜めで、はい、はい、今、縦と斜めに折りました。そしたら、四隅を中心に合わせて折ります。今から、ボールペンとかでいろいろ引くんですけど、ボールペンで引いてしまうと、若干跡が
裏から見えてしまう可能性があるので、慣れたら引かないで折れるようにしてください。ただ慣れるまでは絶対引いた方が分かりやすいので、引いた方がいいと思います。はい。はい、こんな感じですね。はい。はい、ここまで折ってください。ここまで折ったら、次に折るのが、この4箇所ずつ折るんですけども、今度は、ここの下の面を、この部位に合わせて、両方折っていきます。この面を、この部位に、こっちですね。ここに合わせて折ります。で、折った時に注意してほしいのは、この中心にちゃんと線が、この中心がピッと一直線になるように合わせてください。ですね。はい。そうすると今、この線ができました。さらに今度こっち側も同じように。計8箇所ですね、折りますね。はい、こんな感じで、そうすると V で折り目ができます。さあ、あと4箇所ですね。これを4箇所折っていきます。ね、こういう4箇所残り折るっていうところだけちょっと早送りで進めていこうかなと思ってます。はい、ちょっとね、去年はいろいろとフレームアウトして見にくかったよっていう声も結構ちゃんといただいてて、今年はなんとか、そういう声にお答えできるような動画の作成に作成をしていきたいなと思ってます。ね、はい、まあね、ありがたいことに、チャンネル登録者も2500人という数字を突破することができました。ありがとうございます。なんとか1万人いくまでは頑張りたいと思ってます。はい、はい、次下ですね。でちなみにね、次に再アップしようかなと思ってるのは、同じような感じで見にくいと分かりにくいっていうお話をいただいた、ネズミを再アップしようかなと思ってるんですけども、多分ね、ネズミがもう頻度的にはもう終わるんじゃないかなって思ってるので、もしかしたら新しい動画を先にアップするかもしれません。ぜひ追ってほしい動画があれば、どしどし リクエストの方をお待ちしてます。はい、こんな感じで今、はい、全部折るとこんな感じになります。はい、そうするとよく見ていただくと、
この中に六角形になっているところがあります。六角形、八角形か、八角形になっているところがあります。それをまずボールペンで印をつけていってください。このね、ボールペンで印をつけるのが結構大事になるんで、でこの八角形の折り目に沿って閉じなかった。あんまりいいかな。で、畳んでいく感じになりますんで、なるべく細いボールペンでちょっと強めに線を引いていただけるといいですね。ボールペンで線を引くとそこが折り目になるんで折りやすくなります。だから細かい作業とかする場合は、私はね、こういうピンセットの先のちょっととんがってるやつで、細かい折り目のところにピッと引いたりします。それだけでかなり折りやすくなります。はい、そしたら今この八角形が出ました。そしたらこの八角形から延長線上に、今度ここですね、このラインに線を引いていきます。それを8本ですね、引いていきます。この状態で延長線上にこの入り口のところまで、折り目が全部ついてます。ここも折り目に沿って引いていきます、ね、こういう形になってるのの下の方ですね。こんな感じで引いていきます。そしたら次、今度こっち側から延長線上で引きます。そしたら次、今度こっち、どんどんこれを引いていきます。8本引きますよ、線は。はい、はい、これでもボールペンの塗装は終わりです。はい、こんな感じで引いてきました。はい、そこから次折っていきます。そしたら次に、今度はまず4箇所ですね、ここの斜めとこっちの斜めと当たるところですね、で折ります。で畳んじゃいます。これを4箇所ですね、同じようにやります。交わるところで畳んでおります。こっちも畳んでおります。はい、でこっちもですね、畳んでおります。はい、そしたらこんな感じになります。はい、でここ、はい、ここまでできたらですね、あとは実際にこの中の八角形の形に沿って
潰して畳んでいきます。はい。で、そしたらですね、今度は、この八角形のこの部分ですね。下の部分から斜め上。こうですね。この折り目に対して折ります。この折り目ですよ、ここ。対して一旦折ります。はい。ここまで。こっちは線引いてないですね。そしたら今度、ここで線引いてありますね。こっち側のこの線。この線でも折ります。はい。この線を折っていくと、こんな感じで潰せますね。はい。こんな感じで潰せますね。そしたら、これをこの真ん中の線に合うように、潰して、ここもね、折り目ついてるんで、で、横に閉じます。閉じるときなるべく同じになるように、はい、はい、そしたらねここよーく折ってください。ここよーく、はい、ここですね、はい、上から見るとこんな感じ。そしたら次に折るのは今度はね一本ずつずれてきます。今度はこの折り目ですね。この折り目にとって折ります。はい。折ったら、またさっきと同じように、真ん中に集めると、この中心で折り目ができているので、折り目を取って、まっすぐにして、潰します。はい。あとは同じような要領で、次は、今度はこの折り目ね。ここ。で、同じように折っていきます。折り目をね、もう折ってるので、線も引いてあるんで、すごい、わかりやすいっていうか、折りやすいんですよ。はい。じゃ潰します。はい。ただ次は、今度はこの折り目。のり目に沿って、はい、のり目に沿って折ります。はい、そしたら、はい、こんな感じで、ただね、ここからですね、一番難しいっていうか、慣れるまでに時間がかかる。で、ちゃんとね、このところしっかり折ってください。じゃあ次ね、じゃあ次折ろうって言った時に折り目もここで隠れちゃってるんですね。そしたらもう最初のうちはここを一旦一番下も広げちゃいます。もう、ビヨンって。はい。広げちゃいます。はい。こんな感じで広げちゃいます。そしたらここで折り目出てきますよね。はい。そしたらその折り目に沿って同じように折ります。こんな感じで同じようにいきますよ。はい。で、しっかり折ります。はい。そしたらまた今度次やろうと思っても、このまま見えないですよね、ここね。そしたらまた同じ、さっきと同じように、ここ一回広げます。そしたらまた見えました。はい。そしたらさっきと同じように、目を同じようにできるのでやっていきます。で、これをひたすら、永遠に繰り返していきます。癖がつくまで。はい。そしたら今度は、またこっち見えないんで、この裏側を一旦広げます。そしたら、またさっきと同じように折ります。これを、まず、確実に8回はやってください。そうすると、全箇所、
折り目がしっかりとついてます。これ今私8回目なんですけど、全箇所折り目がついてます。そしたら次は、今度は、ここまで、だからもうこっちも折り目ついてて、今度ここの角ももう折り目ついてるんですよ。こんな感じで。折り目ついてるんで、今度はここから中に折り込んでいくんですけども、ここのね、部分ですね。この部分。広げると、こんな感じでピラピラって出てます。この部分を広げた状態で、ここの部分ですね。を、同じように折ります。この部分ですね。広げた状態で同じように折ります。ね、折り目がついてるって結構簡単に折れます。はい。そしたら最後も、今度は、ここですね。同じように、次はね、今度、ここになります。ここね。ここも同じように、で、潰して、広げます。そしたら最後は、最後今度、この部分ですね。この部分も同じように、折り目がついてるんで、意外と、キュッと、簡単に折れます。と、潰すとこんな感じになります。はい。ポイントは、もう永遠に繰り返して、癖がついてなかったと思ったら、一旦広げて折って、広げて折ってをひたすら繰り返していきます。そうすると、自然にこの形になるようになります。やりにくい場合は、単純に折り目が弱いだけです、はい。こんな感じですね。そうすると、中に畳み終わりました、はい。最初はやりにくいと思うんですけども、何度かやってれば確実になれるので、もう慣れてください。ここは。ここはね、教え方がどうこうっていうよりは、もう何度も同じことをずっと永遠に16周だ、同じ箇所2回ずつ必ず折れば、ほぼほぼこの形にはなると思います。はい。ですね。はい。そしたらですね、次、表に返し、ひっくり返します。ひっくり返すと、もう確実に正八角形の状態になってますね。はい、この状態に、なったら、この方の向きでやりますので、これですね。はい。そしたらですね、ここに、1,2,3,4,5,6,7,8 があるんですけども、中心を、この中心に合わせております。こう。これはね、確実に中心っていうのがないんで、そうですね。はい。大体で、ここ。ここですね。正八角形の中に半分の正八角形を折るというような感じですね。はい。はい。多少ずれちゃっても全然大丈夫です。はい。はい。はい、こんな感じで、正八角形の中に正八角形が折れました。はい、そしたらですね、この一箇所下を向けて一個折ります。折ったら、ここね、逆にした方がいい。この上の状態にしてください。そしたら、下に折ります。折ったら、親指で、この、
奥まで入れたらこっち側も折ります、はい、で中心に合わせて潰します。こう同じようにここ親指で奥まで入れます。そしたら今度こっちね、ここの面を今度折ります。折った時に潰してここを折る、はい、同じように今度ここの面ですね、中心に入れて中心に重なるように折る。また親指で入れて中心に重なるように折る。また親指をぐっと入れて中心に重なるように折る。はい、じゃあ最後までいったらこちらもね開きながら中心に重なるように折る、はい、でここね重なるところ、ここまできたらこれもさっきと同じで、折りのが難しい、ここから難しいので一旦こっちを広げちゃいますね、はい、広げちゃいます。広げるとここ折りやすいですよね。で折ります。はい、広げると折りやすいので中心に重なるように合わせて折ります。そしたら、ね、ここね、そこまで難しくないので、ね、ここまで来たら同じですね、ここの中心に重なるように折ります。そうすると畳めちゃいます。はい。これでアネモネの完成です。基本的には何回かやって合わせてだん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 中に入れていくっていうような形になります。はい、ちょっと今回は結構ゆっくりめに折ってみたんですけども、どうだったでしょうか。まあ、また、分からない箇所があったら、コメント欄にでもいただければ、非常にありがたいというふうに思いますので、ぜひぜひ、コメントをいただければなというふうに思います。はい、では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。